自分の工場で火災など起こるはずはない、そう思い込んではいませんか。消防庁の統計によると、住宅以外の工場、複合施設などでは毎年およそ1万件以上、つまり1日あたり平均30件以上の火災が発生しているのです。また火災に限らず、近年は自然災害が多発、大型化するなど、企業を取り巻く災害リスクは飛躍的に大きくなっているのです。災害はいつどこで起こるか分かりません。また災害のリスクを完全に排除することなど、現実的には不可能でしょう。むしろ不測の事態に備え、災害によるダメージを少しでも軽減する術を事前に検討しておくことが必要なのです。例えばこのように機械設備が罹災した場合、新品に交換するほか方法がないのでしょうか。いいえ、修復というもう一つの選択肢があります。修復により復旧ができれば、操業再開までの時間を大幅に短縮し、企業経営におけるダメージを軽減できる場合も少なくありません。罹災した機械設備などを高度な専門技術、ノウハウによって修復し、企業の災害復旧を強力にサポートするスペシャリスト集団、それがベルファという東京海上日動が提携する世界最大の災害復旧専門会社なのです。それでは実際にベルファーがこれまで対応した事例を具体的に見ていきましょう。定期点検時の配線接続ミスが原因で金属加工機の制御装置から通電時に出火、炎は瞬く間に燃え広がり、火元となった金属加工機が高熱で溶けて損傷したほか、煙やすすが工場内に充満し、広範囲にわたる汚染被害が発生。消防の消火活動によりおよそ2時間後に鎮火しましたが、消火剤や消防の放水により多くの設備が水濡れなどの被害を受けました。この火災被害によって被災直後は長期の生産停止を余儀なくされると考えられていました。しかし東京海上日動はすぐにベルフォアとともに被害状況の調査に着手。火元となった金属加工機の周辺は高熱によるダメージが激しいため、新品交換する必要があり、再調達には6ヶ月かかりました。一方、火元から離れたエリアに設置された金属加工機及び電気設備も煙やすすで真っ黒な状態であり、一見新品交換が必要と思われましたが、ベルフォアは修復可能と判断し、即座に修復作業に着手。わずか2週間で修復を完了しました。また受配電設備を新品に交換した場合、メーカーからは3ヶ月かかると言われていたところ、ベルフォアは1週間で修復を完了。ベルフォアの専門技術を用いることで、工場は罹災から1ヶ月後には一部生産を再開させるまでにこぎつけました。集中豪雨により河川が増水、堤防が決壊し、溢れた大量の水が坑内に流れ込み、工場棟1階が水没。その結果、1階に設置していた金属加工機や電気設備の多くが被害を受けました。東京海上日動がベルフォアとともに被害状況を調査した結果、ほとんどの設備が修復可能と判断。浸水したすべての金属加工機及び電気設備を新品交換した場合、生産再開までには1年以上の時間を要することが見込まれましたが、ベルフォアはなんと1ヶ月で修復を完了。2ヶ月後にはフル生産体制を取り戻すことができました。以上2つのケースでお分かりのように、ベルフォアの災害復旧技術を用いることで復旧に要する時間を大幅に短縮することができるのです。ではベルフォアの修復技術とはどのようなものなのでしょうか。先ほどの火災の例をもとに、もう少し詳しく見ていくこととしましょう。まずはこちらの基板をご覧ください。一見すると焼け焦げて修復はできないように見えますね。しかしこれはすすをかぶって真っ黒になっているだけで、適切な処置を施せば修復することが可能なのです。え、そうなんですか。
ひとたび火災が発生すると燃焼エリアにある機械設備や建物は高熱によるダメージが激しく修復は困難です。ところがその周辺の汚染エリアに目を向けると一見修復不可能と思われるものでも専門技術を用いることで修復可能なケースが多く存在します。しかしそうしたケースでも火災時に発生する塩化水素など腐食性物質を金属表面に付着させたまま放置すると腐食が急速に進行し被害がさらに拡大します。ですが塩化水素などは目に見えませんよね。どうやって見分ければ良いのでしょう。ベルフォはまず目に見えない被害がどこまで広がっているのか汚染範囲を調査特定するところから取り掛かります。そして調査の結果塩素による汚染が確認されれば腐食の進行を抑制するため緊急安定化処置を即座に実施します。緊急安定化処置とは具体的にどのようなことをするのですか。例えば金属むき出しの重要な部分に対しては防生剤を塗布し酸素との接触を遮断することで腐食の進行を抑制します。また放水直後など湿度が高い場所では除湿をして一定以下の湿度環境を維持します。これにより腐食の進行による損害拡大を最小限にとどめることができ復旧方針を検討するための時間を十分に確保することができるのです。なるほど。火災の混乱の後ではこうしたことまで気が回らなそうですよね。そうです。鎮火後も損害は拡大し続けるのです。さてここからはベルフォアによる機械設備や建物の本格的な修復作業を見ていくこととしましょう。機械の心臓部ともいわれる制御部分には電子回路基板が多く使用されており、その電子部品などに付着した汚染物質を取り除くことで修復を図ります。汚染物質を取り除くって具体的にどうするんですか。まずは可能な限り分解します。設計図なしに分解することも珍しくなく、そのため部品一つ一つに番号を振りながら写真や動画を用いて記録を取りつつ分解していきます。その上で機器に付着したすすなどを取り除くために開発された洗浄剤を高圧スプレーで吹きつけ洗浄します。精密機器ですよね。水に濡らしてしまって平気なんですか。大丈夫です。通常の水道水にはカルシウム、鉄、塩素などの不純物が含まれているのですが、それら不純物が残ったまま通電することで故障してしまいます。しかしベルフォアではそれらを取り除いた脱イオン水を使用しますので、洗浄後に水分をきちんと除去すれば何ら問題はありません。なるほど。脱イオン水は通電を邪魔しないんですね。ゆすぎ後乾燥室で一昼夜乾燥させるのですが、特に精密な電子部品などは細部に至るまで十分にかつ早期に乾燥させるため真空乾燥機を用います。真空乾燥機って何ですか。真空乾燥機とは空気圧や温度を調節することのできる機械です。どうして真空乾燥機を使うのですか。完全乾燥させるために温度を上げすぎると基板そのものを傷めてしまうため、気圧を低くすることで沸点を下げてあげるのです。50度で水分が蒸発すれば基板を傷めることなく乾燥を早めることができますよね。そうか、なるほど。そして乾燥工程終了後、汚染物質を完全に除去できたか確認する検査工程を経て再組み立てを行い元の状態に戻します。分解できるものは可能な限り分解して洗浄することで汚染物質を除去するということは理解できました。ですが機械の動作部分など分解できない部分に対してはどうするのですか。基本は精密洗浄を行いますが、比較的単純な作りの機械であればアイスブラスターというドライアイスを吹きつける機械を使って腐食や汚れを除去することもあります。ドライアイスですか。ドライアイスを高速で機械表面に吹きつけ、その衝撃で腐食や汚れを剥離して除去します。またドライアイス自身はそのまま気化しますので乾燥工程が不要となります。これにより修復期間をさらに短縮できるケースも多いのです。
工場内の天井や壁面に付着したすすはそのまま放置すると腐食や火災臭の原因となり、またそこで働く従業員の健康面にも影響を及ぼすため、早期に徹底した除去が必要です。壁面に付着したすすに対しては天然ゴムに添加剤を混ぜて作ったすす除去フィルムを用いることで、デコボコした壁面であっても効率よく除去することが可能です。なんだか壁をパックするような感じで面白いですね。このすす除去フィルムも水を使わない修復技術です。水を使わないということは乾燥工程が不要ですので、復旧期間を短縮することができます。また表面上のすすを除去してもなお残存する火災臭に対しては、強力な酸化作用を持つオゾンを発生させ、匂いの元となる物質を徹底的に除去していきます。火災には匂いの被害もあるんだね。そうです。ご覧いただいたように、一見修復不可能と思われる機械や設備でも、ベルファの持つ高い専門技術を使えば修復できる可能性があるのです。新品交換ではなく修復という選択肢によって、復旧に要する時間を短縮し、かつ復旧にかかるコストを軽減できる可能性があることをご理解いただけたでしょうか。東京海上日動とベルファーは、企業のリスクソリューションパートナーとして、災害の前後を問わずお客様の災害復旧をご支援してまいります。